今日は土用の丑の日です。都内のうなぎ店ではかば焼きを買い求める人で長い列となりました。開店およそ30分前ということなんですが、このようにおよそ50人を超える方がうなぎを求めて並んでいます。こちらのうなぎ店ではかば焼き一串が3000円と去年よりも300円上がり、これまでで最も高い値段となりました。それでも買い求める人が多いことから開店を20分ほど早めました。だんだんね毎年値上がりしてて、3000円超えて来年いくらになっちゃうのかなっていうのがちょっと心配です。水産庁によりますと、漁獲量の減少から国産うなぎの稚魚の取引価格は1キロ当たり250万円と去年より30万円値上がりしています。燃料代や物流コストの上昇もあり高値が続いています。